にちは、こんばんは、ゲームボーカルのコウです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチャビートアを始めていきましょう。今回は7位チェスト鹿児島です。どういう実力なんでしょうか。そんなに強くないかも。というか前年 N2 から上がってきたチームですね。勢いを途切れさせないためしっかり勝っていきましょう。この子も疲れています。やばい、あーっと、すみません、やめてしまった。なんでって思いますよね。続いて決めてほしい。同点。すぐに同点をつけました。そしてこれをユーナがリード。ユーナが活躍します。今首位と2点差しかないですからね、勝ち点が。でもね、ちっこいですね。
危ない、危ないです。よくマークしてました。胸がつついてますね。フリーキック入れた、追いついてきたエリカ、うーん決めてほしかった。これ30分すごいです。緑ここに抜けていきます、任せます。緑決めた、4点目。緑です。あれ全員得点決めてるんじゃないかな。相手はかなりバテてますね。というのか、そこはオーバーヘッドキックすごかったですかね。なんかしに行ってます。ハルカーキャッチ、15分。おっと止めてしまった。こちらボールを総意にやります。センタリングだが、これはなんかそういうサチコはキャッチ、おっとやってしまいました。アージイエローカード、そしてペナルティキックです。しっかり決めてほしい。緑決まりました。キーパー読んでたんですが、ダンボがそれを上回りました。5分、もう1点取れればベストですが、フラリーが最後の得点のチャンスかな。あ、取られてしまいました。ここで試合終了、5対1。結果的には最初に1点取られましたが完勝です。先手を取られてしまいます。私が蹴ってるんですね。
シハーセンターに押し上げて取られたように見えます。すぐにユーナ決めてくれました。同点だ。そして前半35分ユーナのヘディング、ちょっとだったりキーパー対応できませんでしたね。前半終了直前です。うまく守備が守りました。バイシク、オーバーヒットキックと言わずにバイシクって言いますね。つかさくんの得意技、首位のエルガード欧州とは勝ち点1点差です。5位までに24点から22点、2点差で引きめし合う大激戦です。7勝3敗に引き分け、こちらも説明欄に URL、 アドレス記載してます。ぜひご覧ください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画です。